こんにちは、週刊北斗ニュースです。さて、ゴミの分別誤りにより可燃ゴミに不燃物が混入することが原因でゴミ処理施設の緊急停止などの事故が複数回発生し、処理コストや環境への負担が増加しています。ゴミを適切に分別することは収集運搬や処理時の安全を高めるだけでなく、ペットボトルや空き缶、ミックス紙などの資源物が分別されリサイクルされることにより限りある資源の有効活用、SDGs の達成につながります。また処理にかかるエネルギーを節約することで地球温暖化などの環境問題対策にもつながるため、ゴミの適切な分別をお願いいたします。では今週の番組内容です。今週の出来事は、市政施行19周年記念式典、朝尾大根祭り、北斗市合唱祭の3項目です。北レポは子育て政策課から婚活イベント参加者募集についてのお知らせです。ではまずはじめに、11月1日八ヶ岳やまびこホールで市政施行19周年を祝う記念式典が開催されました。式典の前に北斗市にゆかりのあるバイオリニスト劉衛氏による演奏が披露されました。式典では初めに国歌斉唱、北斗市民の歌北の森賛歌の斉唱が行われました。続いて上村市長が式辞の中で、今後も北斗市の強みを最大限に生かし価値ある優位性を高め、時代に即した柔軟性と戦略的な長期展望のもとに市政を推進してまいりますと述べました。このあと市に貢献、また輝かしい功績のあった個人や団体の表彰が行われ、上村市長から表彰状が手渡されました。式典の最後に合併20周年に向けたカウントダウンボードの除幕式が行われました。このカウントダウンボードはみんなで一緒に20周年を盛り上げようと制作したもので、本庁舎の正面玄関に設置し20周年までの時を刻み機運を高めていきます。さて、11月3日明野町で恒例の朝尾大根祭りが開かれ、大根抜き体験などが行われました。取れた？取れた。このイベントは明野町の特産品朝尾大根を PR しようと行われ、今年で37回目になります。大根抜き体験はビニール袋に詰めた分だけ大根を持ち帰ることができる人気の催しで、この日は県内外からおよそ1000人の家族連れらが参加しました。5000平米の畑にはおよそ2万5000本の朝尾大根が用意され、参加者は次々と大根を抜き袋いっぱいに詰め込んでいました。抜いた。一旦こっち来て。朝尾大根は辛みが少なく甘みが強いのが特徴です。今年は猛暑の影響で不揃いな形に育ちましたが、味は例年通りの出来栄えということです。思ってたよりも簡単に抜くことができました。抜くのが気持ちかったです。いっぱい取れて嬉しい。
またメイン会場のハイジの村クララ館の広場では明野小学校の児童らによるパフォーマンスや明野少年少女合唱団のコーラスなどさまざまなステージイベントが行われました。5、4、3、2、1、はい、わかった。5キロじゃない。中には大根の重さを当てるユニークな催しもありました。5キロということで600グラムが一番近かったということでおめでとうございます。難しいですよね、意外と。秋空の下、会場は大いに盛り上がっていました。さて、八ヶ岳やまびこホールで第18回北斗市合唱祭が行われました。北斗市合唱祭は市内で活動する合唱団が日頃の練習成果を披露する場として毎年開催されています。2020年からの3年間はコロナウイルス感染症予防のため無観客で行ってきましたが、4年ぶりに有観客での開催となりました。そうですね、やっぱり一般の方も聞いていただけるということでみんな楽しんでおります。はい、北斗市合唱祭を知らない方がまだずいぶんいらっしゃるんですね、北斗市には。だから大いに広がってみんなが聞きに来てくだされば嬉しいなと思いますし、合唱はいいのでちょっとでも歌の好きな人がいたら皆さんどっかの、ね、合唱座に入って一緒に歌っていただければ、音楽は聞くより自分が演奏する方がうんと楽しいので、ぜひ参加していただきたいと思います。18回目を迎えた今年の合唱祭には市内の14団体およそ200人が出演。オペラ好きな仲間で立ち上げた合唱団や男女混声合唱団、地域の子どもたちが集う少年少女合唱団などがそれぞれの持ち味を生かしながら合唱を披露しました。練習の時よりも全員声が出ていてとてもいい合唱ができたなって思いました。本当合唱っていうのは一つ一つその言葉に心に響くもので、本当に感動は感動するものだなっていうふうに感じております。会場には上村市長も訪れ、北斗市としても皆さんの活動を支えていきたいと挨拶しました。北斗市は合唱が盛んな市で、子どもからお年寄りまで幅広い世代の方が合唱に取り組んでいます。
今年のステージにも老若男女が集い、美しい歌声を会場に響かせていました。続いては市役所からの情報をお伝えする北レポのコーナーです。今回は子育て政策課から婚活イベント参加者募集についてのお知らせです。こんにちは、子育て政策課の笹井理恵です。婚活イベント参加者募集のお知らせです。11月26日日曜日に峡北峡中マッチングイベントを開催します。時間は13時から15時30分まで。会場は津田間ふれあい館です。対象は20代後半から40代前半が中心の婚活イベントです。参加費は北斗市の男性は2500円、女性は500円です。現在参加者募集中で、応募者多数の場合は抽選となります。申し込みは市内外問わず受け付けております。12月3日日曜日開催の第3弾となるメタバース婚活イベントも現在参加者募集中です。インターネット上の 3D 仮想空間であるメタバース内でアバター同士で交流し、見た目や条件からではなく相手の話し方やフィーリングなどの性格を重視した新感覚婚活です。自宅などのパソコンから参加でき、婚活会場であるガイアタウンは無料でインストールできます。申し込み後はデジタルなコードがサポートしますので、婚活イベントが初めての方やパソコンが不慣れの方も安心して参加できます。前回の参加者の声として、人見知りだから初対面だと緊張するけど今回は楽しく話せた、いや、アバターで顔が見えなくても会話しながら内面が見える感覚が分かった、声だけで会話が盛り上がれるのはすごいなど、最初は不安を感じていた人もとても楽しく参加されていきました。そして参加者全員に生鮮料のソフトクリームチケットをプレゼントします。さらにマッチングカップルには抽選でスパティをコブシサーで利用できる豪華食事券をプレゼントします。私もイベント当日スタッフとしてアバターで参加します。婚活イベントの詳細や申し込みについては市のホームページまたはこちらの二次元コードからご覧ください。お問い合わせは子育て政策課 0551-42-1332 までご連絡ください。ではここで市役所からのお知らせです。北斗市ライオンズクラブと市では食料品の確保が困難で子どもフードサポートを受けている家庭のためにフードドライブを行っています。フードドライブとは家庭や職場から余剰の食品を集める活動のことで、もったいないをありがとうに変える食品ロス削減に向けた取り組みです。今回は11月26日日曜日に津田間ふれあい館と貝駒センターせせらぎ、27日月曜日に長坂総合支所にて受け付けます。集めたい食品は米、缶詰、レトルト食品、ふりかけ、お茶漬け、インスタントラーメン、パスタ、うどんなどの乾麺、ホットケーキミックスなどです。いずれも賞味期限が3ヶ月以上あるもの、未開封であるもの、常温保存可能なもので、お米は令和4年度産以降のものに限ります。ご家庭で眠っている食品がありましたらぜひご協力をお願いします。週刊北斗ニュースをご覧いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。